よう、ゆうや。そうなんですよ、来てもらえて嬉しいです。実はここで俺の女がこれから踊るんですよ。ミユって言うんです。もちろんご招待です。ゆうやの女が出る、たまにはいいかもな。でしょでしょ。ではごん。今踊ってた彼女、ミユって言うんです。あれでなかなか…ほう。俺も最初はただのファンだったんですけどね。あ、もう次の子の始まります。続きまして、白鳥うららの登場です。皆様、舞台に上がりましたら…狙いは俺だな。なんとか。お前は？うん、こっちは何だったの今の。何者だ。自分の胸に聞いてみるんだな。なんだお前は。うわっ、ミユ、ユウヤ親殺しか。ユウヤです。本当か。公園前通りにある誤解所。公園前通り…ミユが…キルさん…待て…ダメです。おい、
遅かったじゃねえか、キリュウ。キリュウさん、こいつらが…チンピラ。キリュウよ、俺は今日目を疑ったよ。極道舐めてんのか、てめえは。堂島の親父が死んで、俺らは風間組に組み込まれた。極道の理想か知んねえが、甘っちょれえ組長よ。撃たれて当然の器だ。なら本人の前で嫌どうですか。こんなとこででけえ口叩かずな。てめえ誰に口聞いてやがる。俺たちの親は堂島の親父だけだった。お前が殺したんだ。親父が先に待ってるぜ。キリュウ。親殺しの烙印はな。背負ってくさ。10年前に桐生さん巻き込んじまっては、もう俺に近っ、なんて言っていいか分かんないっすけど、キルさん、何でもかんでも背負い込んちまって、俺には真似できないですよ。キリュウさん、何かお礼したいんですけど、今こんなものしか。バカ、お前そんなもん渡してどうすんだよ。